ご視聴ありがとうございます。今回は、パソコン市場の成長に大きく貢献した IBM PC 互換機の誕生物語を案内します。IBM PC 互換機って何？ IBM PC 互換機とは、1981年に IBM が発売した IBM PC と互換性のあるパソコンだよ。IBM PC 互換機が大量に出荷されるようになって、IBM PC が世界標準のパソコンとなり、世界標準化されたパソコンは高性能、低価格になり、今まで手の届かなかったコンピューターが誰でも利用できるようになったんだ。だけど、IBM PC 互換機を作ることは、初めは簡単ではなかったんだ。これは、IBM PC 互換機を作った企業の物語だよ。コンピューター業界の巨人、IBM は、1981年に IBM PC を発売。これを機に、パソコン市場は急拡大。多くの企業がパソコン市場に参入を狙っていた。当時、半導体企業の管理職として働いていた。ジャロット・キャニオン、ジム・ハリス、ビル・マートの3人は、1982年1月8日の朝、理想のコンピューターについて話し合っていた。たくさんのソフトウェアが使えるポータブルコンピューターを作れないかな？そういえば、IBM が発売した IBM PC は人気があるらしいよ。ソフトウェアもたくさん作られているし、理想のポータブルコンピューターが作れるかもしれないよ。いいねー。これなら理想のポータブルコンピューターを作れるよ。3人で理想のコンピューターを作ろうよ。こうして、3人はベンチャーキャピタルから出資してもらい、コンパックという会社を立ち上げた。コンパックという名前は、キャパティビリティ&クオリティ、互換性と品質という意味なんだ。IBM PC 互換の品質の高いポータルパソコンを作りたかったんだね。IBM が発売した IBM PC は IBM PC 5150というモデルで、パソコンが普及するきっかけとなったパソコンだよ。3人は早速、IBM PC の仕様を読み込み、若いプログラマーやエンジニアを雇い、IBM PC 5150の解析に取り掛かった。IBM PC 互換機開発のキーになるのは、BIOS だった。BIOS？ BIOS とは、パソコンのハードとソフトウェアの間を取り持つソフトウェアだよ。車で言うと、サスペンションみたいなものかな。車は、サスペンションがないと走れたもんじゃないよね。IBM PC は、すべての仕様や設計書、ソースコードが公開されていたので、周辺機器やソフトウェアは、簡単に開発できたんだけど、BIOS は、知的財産権を侵害することになるからそのまま利用することはできなかったんだ。ソースコードは分かっていても利用はできない。実は、IBM は IBM PC の周辺機器やソフトウェアは簡単に開発できるけど、IBM PC 互換機は簡単に作れなくしていたんだ。IBM から BIOS を高額で購入するか、独自で開発するか。これが IBM の仕掛けたトラップだったんだよ。IBM はこれまで多くの企業に対して知的財産権の侵害で訴え、IBM PC のライバルが出ないように監視していたんだ。困った。BIOS の解析は時間とお金をかければなんとかなる。でも、IBM から知的財産権侵害で法廷で負ければ会社は倒産してしまう。そうだ。弁護士に相談してみよう。弁護士さん、IBM の知的財産権を侵害しない方法はないですかね？これをクリアしないとパソコンが作れないんです。ふむふむ。可能ですよ。本当ですか？クリーンルーム設計という方法を使うんですよ。クリーンルーム設計？ソフトウェアを解析する技術者と、
ソフトウェアを再設計する技術者を完全に隔離した状態で、解析によって得られた機能、仕様を元に、元のソースコードを見たことがない別の技術者が実装するんです。出来上がったコードが偶然にも解析された元のコードと全く同一である場合を除き、独立の著作物として認められ、元の著作権の行使を受けないという利点があります。コードを実装する技術者は、IBM、PC の BIOS コードを利用することはもちろん、ちらっと見ることさえ許されませんよ。後のインタビューで、コンパックの創業者ジャロット・キャニオンは、こう言っています。一人の技術者が、コードを読み解いて機能、仕様を決定します。この作業は、まるで象形文字を解読するかのようなものでした。この技術者が仕様を完成させると、部屋の窓から仕様書コードを実装する技術者に手渡して、部屋から退出しました。このように、製品やソースコードを解析する方法を、リバースエンジニアリングと言うんだ。リバースエンジニアリング。これは、IT 業界や製造業界が、ライバル製品の技術動向を、調査したり、特許侵害してないか、などを把握するためによく利用する手法なんだよ。こうして厳格なクリーンルーム設計の下で、わずか数人で始めた、ベンチャー企業のコンパックは、9ヶ月という短期間で、理想のポータブルコンピューターを、完成させたんだ。1982年11月に、コンパックは IBM、PC 互換機として、コンパック、ポータブルを発売。コンパック、ポータブルは、爆発的な人気を博し、ユーザーからは、IBM、PC より素晴らしい、と言わしめたとのこと。コンパック、ポータブルの人気は、凄まじいもので、初年度に5万3000台が、販売され、260億円の、売り上げを記録。すごい。IBM もポータブルコンピュータ、IBM、ポータブル、コンピューターで、追随したが、コンパック、ポータブルには及ばなかった。最終的に、コンパック、ポータブルは、IBM、ポータブル、コンピューターの、10倍の販売台数を、記録することになったんだ。大成功。その後、IBM PC 互換機メーカーとして、1990年代には、世界最大の PC メーカーの、地位を確立。しかし、1990年代後半からは、ライバル会社などの競争にさらされ、利益が低下。2002年、ヒューレット、パッカードに、約250億ドルで、吸収合併される。コンパックは、IBM の権利を侵害しないで、IBM、PC 互換機を、製造した代表的な企業となり、パソコンの普及に大きく、貢献したんだ。事業を拡大させた立役者だったんだね。確かに、IBM はパソコン普及の火付け役だったんだけど、パソコン市場を大きく拡大させたのは、コンパックなどの IBM PC 互換機メーカーだったんだ。IBM が、種をまいて、互換機メーカーが、育てた、ってことかな。今回は、ここまで。次回は、パソコンの普及に大きく、貢献した、もう一つの企業、BIOS メーカーのフェニックスを、案内します。